はい、おはようございます。お疲れ様様。朝の弁当、朝のご飯ね。まあそんなにいっぱい置いても食べないしね、こんなもん。さて今日はね、あの行楽弁当でございますよ。なんか競歩大会があるみたいで、なんかね、なんか使い捨て弁当、どうせパックを回収するんだからいつもでいいと思うんだけど、なんかね、まあたまにはこんなのもいいんじゃないでしょうか。はい、特にね、このエビチリ弁当だよ。手間かかるねこれ。そしてこのトマトね、トマト綺麗でしょこれね。ね、この彩りにね600円かかったすげえ高いこのトマト。ね、思いついちゃったらやっちゃう感じ、ね、こんな感じです。はい、ドン。こっちの方がいいか。はい、こんな感じでございます。もうちょっとアップで撮りましょうかね。こんな感じでございます。はい、海苔が切れちゃってね、ごま塩でございます。ちょっとねご飯がね寂しいと思いますけども、まあこれもしょうがないでしょう。海苔が切れた。はい、ありがとうございました。ちなみに大雨、大雨だね、大雨ね、大変だね、こんな中歩くの。窓ガラス汚ねえな。お疲れ様でした。